じゃあ改めてよろしくお願いします。僕がパッと感じる、例えば大野仁とはみたいなキーワードでこんな人っていうのをちょっと、勝手に言わせていただいて、大野仁という、まあ、選手とか、まあ、人間の周りのこともちょっと見えてくるのかなと思ってちょっとやらせてもらってます。じゃあ早速ですけど、僕の中で大野仁っていうのはまず強い人、あと優しい人、あと丁寧な人ってイメージがあるんです。丁寧、うん、なんかこの、まあ、最初にお会いして3年ぐらいですかね、で何回か会ったりとかさせてもらった中で僕はなんか勝手に感じてる要素なんですよね。なのでまず一個一個ちょっと検証したいのまあ強いっていうのは、まあ見た目のその体の強さとか、まあそれももちろんあると思うんですけど、やっぱ心が強いのかなと思っていて、勝手にそれって自分ではどうですか？そうですね、強いっていうか、まああんまりそう動じないようにしてますああ、それって本当に昔からですか？でも ラグビー始めてからかなと思いますね。なんか、まあ、さっきも言ったように ロックっていうポジション柄もあるし、はい、あとやっぱそのラグビーやってた先輩たちで、あ、この人かっこいいなと思ってた先輩ってやっぱり動じてない人、だからまあそのあとは自分のその内面のその言ったら内面はあまり見せないというか、なんかイライラしててもイライラしてるところ見せないとか、なんか悔しくてもその悔しさを隠すとか、なんかそれが自分の中でのすごいかっこいい男っていうのがあったんです、はい、それをなるべく自分を見習うようにして、それがその強いっていうふうに思われてるのかなって、そのラグビーやる前は野球をねやってたっていう話で、でも試合あまり出られなかったとかベンチだったとかと、そういう時代の自分ってなんかそのラグビーを始めてからのそういう今ねお話してもらったようなマインドではなかったんですかね、やっぱり。でもそのラグビー、あ、野球の時に試合に出れないっていう経験、もう人一倍練習をした自負はあったけど試合に出れない経験があってあったからこそ、その今ラグビーやってて、まあ、自分は長い間試合出させてもらったけど試合に出れないメンバーたちの気持ちっていうのも知ってるからこそ、あ、そのメンバーたちのがのその分もやっぱ試合出てる自分は責任果たさないといけないな、まあ、それがそういう責任感みたいのも手に出すようにはしてました。なんか強く言おうとするってすごいことだと思うんですけど、そうはいえね、なんか弱くなってしまう自分とか、まあ、逆にそれをなんか押し殺すよそうとする自分もまあいるわけじゃないですか、ね、そのなんかコツっていうか秘訣とかってあるんですか？あんまり考えすぎないことですかね。なんか本当に嫌なことがあっても、まあ、自分はすごい嫌だけど、はたから見たら周り自分じゃない人から見たらそうでもないっていうことなんだろうなっていう、その他人目線で考えるようにするようにしましたね。それもラグビーやってから？そうですね。 ありがとうございます。じゃあ強い人っていうのは間違ってはいないそう見せようとしてます。あ強がってます。強がってる。あでも弱いところってね、多分おそらくってことは見えないだろうから、まあ強い人ですね。じゃあ、ね、人は人間はみんな弱いものなんでありがとうございます。じゃあ2つ目なんですけど、僕やっぱ優しい人、まあ、強いと優しいって逆のようでなんか一緒のようでもあるんですけど、僕はなんか今まで接した中でやっぱり、まあ、さっき出てたそのかっこいい先輩像みたいなとか、かっこいい男みたいなものにもなんか紐づくのかなんて思うんですけど、特に自分では優しくしようとかそういうふうに思ったりしてるんですか？いや、特にそういうのは意識してるわけではないですけど、別にあのきつく当たろうとは思ってないだけで、あだからその人に対して不快な感じを与えないようにしようっていうのは思ってます、ね。まあ、そういう配慮はまず、まあ、あったとしても、なんか自分が人に対してなんかマイナスを作らないっていうよりもなんかプラスを作りたいみたいな、そういう意識とかもあったりしますか？まあ、その人が自分がされて嬉しいことをしてあげようとか、自分がされたら嫌なことはしないようにしよう、まあ、本当に基本はそこですよ、なんか人ってやっぱりどうあれ自分のキャラクターとか自分の力とか、まあ、自分の
まあ、キャリアとか、それをやっぱりちょっと強く伝えたがる性質もあったりするじゃないですか、うん、要は簡単に言うと自慢したいとか自分をアピールしたいみたいな、そういうのは今まで全くなかったですか。まあでも どうなんですか、そういうなんかそこまで自慢できるようなこともないかなっていう、まあラグビー選手じゃなんか やってきましたけども、それもやっぱり周りのチームメイトがいて、うん、サポートしてくれる人のおかげっていうのもあったんで、まあ、もちろんそこに自分自身誇りは持ってるけど、それをなんか自慢げに言うことではないなっていうのは思ってますし、うん、なんか強さってやっぱりなんか、まあ、何か負荷があってそれに耐えるとか乗り越えるみたいなことで、まあ、たくましいみたいな、まあ、要素もあるじゃないですか。でも優しさってなんか親とか家庭環境とか、まあ、そういうとこからなんか由来することも多いのかななんて思うんですよね。あでも そう言われたら確かに私自分の両親、特に母親は陽気で周りの人にすごく気遣う人で、うんはい、やっぱり一番言われたのは感謝、周りに感謝を伝えることは常にしなさいっていうことは言われましたね、うんまあ、そういう部分で言うと母親の影響というのは大きいなと思います。なんか小さい時って親からの言葉って、まあ、大事なのかもなと思いつつ、いやなんかまた同じこと言うとうざいなとかうるさいなとかって思うこともなくはないじゃないですか。でその親から言われた、ね、お母さんから言われた感謝を人に伝えなさいとか、うん、なんか表しなさいみたいなことっていうのをしっくりくるようになったのってなんかいつぐらいですか。あでもしっくりくるようになってやっぱり社会人になってからですからね。あ徐々にでやっぱり周りからそうありがとうとか言われると自分も嬉しいなと思った時に、うん、あ自分もありがとうって他人に言うと相手も嬉しいんだろうなっていう、そういうふうなのにハッと気づいた時に、うん、母親に昔から言われてたなっていうふうに思いました、ねうん、なんか僕は感じるその大野さんの優しさってのはなんかさりげないっていうかね、うん、なんかそういう感じですごいしてるっていうか配慮とか、うん褒めすぎなのかちょっと難しいですねなんかすごいしてて、それこそ誰にも分け隔てなくとか立場とか年齢とかなんかそういうのも全く関係ないような、まあその人柄っていうかその感じるんですけど、それはまあさっき言ったそのかっこいい先輩像じゃないですけども、なんか人によって態度を変える人ってかっこ悪いなってやっぱり思うじゃないですか、うんまあ、自分はそういうそうはありたくないっていうのは、人と付き合う時もそういう思いは持ってやってますね。実際にそのかっこいい先輩像みたいな方がリアルに、まあ、多分何人かいるのか一人なのか分かんないですけど、うん、実際に一緒にプレーをした選手でこの人だみたいな方っていらっしゃるんですか。あでも何人かですね、一人が一人ではなくて、そのこの人のいいとここの人のいいとここの人のいいとこ、そういうところをまあ見習っていこうっていう。あじゃあいいとこ取りの結集がこういいとこ取りというかでもなんかスポーツってやって確かに仲間だし、なんか共通の目標を持ってみんなで戦ったりとか、まあ切磋琢磨みたいなことするわけじゃないですか。でも必ずなんかずっと仲いいわけでもないし、揉めたりとかなんでっていう、なんかエネルギーが合わないとか、なんかそういう苛立ちみたいなものもやっぱりチームだともちろん起きると思うんですけど、そういう時ってなんかどういうような対応とか対処とか行動を取ったりするんですか。でも自分自身、まあ、ラグビーは大学から始めて、そういうことブレイブルーパス日本代表ともにもう自分が一番経歴が短いっていう中で、やっぱり周りの意見を取り入れるっていう部分ではなんか自分の意見側を通すってことはなかったです。自分はこう思ってたけど、あの人はこう思ってるんだれば、あそっちを取り入れてみようとか、あとは自分の考えと相手の考えを、ね、あのすり合わせて中間を取ろうとか、うん、だから自分の意見はこうだからって相手の意見を完全に突っぱねるっていうことは なかったです。なんかさっき、まあ、指導ねしていただいた後に高校生たちに対するメッセージでも、その、まあ、マイケル・リーチ選手からのね、その帰国した後の、お話でなんかもう戦えるような準決勝勝つような、あ戦えるようなメンタルじゃもうなくなってたみたいなことを聞いたって言ったじゃないですか。でもチームとして士気が下がったりとか、本当は勝てないかもしれない相手に対してもっとエネルギー高めて
ぶつかっていかなきゃいけないのになんかひるんでる人がいるとか、なんかその辺ってなんかアスリートって敏感じゃないですか、なんかそういう場も多分なくはなかったんだろうなとチームとして思うんですけど、そういう時になんか言ったりとか、なんかそういうこともやっぱりしてきたんですか。自分じゃ何か言うっていうよりもそのプレーで見せる、プレーで伝えたいタイプなんで、まあ、練習の時から、まあ、自分自身は 100% 出し切ってやる、まあ、それはもう本当にベテランって言われる年齢になっても変わらなかったし、やっぱ長い間日本代表に選んでもらって、自分がその日本代表にいる意味っていうのはやっぱ自分の態度で若手を鼓舞してほしいから、その選んでくれた時、まあ、エディ・ジョーンズさんもそうだったし、東芝ブレイブルーパスでも40近くなっても試合で使ってもらえるっていうのは、やっぱそういう部分を自分に求められてるっていうのを自分で感じて、それを出すようにしてましたね、なんかやっぱりずっと一貫してる感じすごいありますね、なんかね、すごい。僕もなんか割とそういうふうに思われがちなんですけど、意外と僕短期でだから今の話聞いたら、本当すごいなって思うっていうか、まあ、意志の強さもあるんでしょうし、まあ、その憧れみたいなものも強いのかなってすごい思うんですけど、最後3つ目なんですけど、丁寧っていうイメージもなんかあって初めて言われました。ああ、じゃあすみません、さっきのじゃあ優しいっていうのはどうなんですか。優しい人っていうのはちょっと難しいけど、あ、でもそうです、周りに優しくしようと思ってます、ありがとうございます。で3つ目が丁寧っていう、それは意外な感じなんですか。どこが丁寧ですか。なんかその普段の生活とか見てるわけじゃないんで、全くわからないけど、ですけど、やっぱ人に対してやっぱりさっきの優しさとつながるのかもしれないですけど、なんか、接し方がすごい丁寧だなっていうか、なんかお酒を飲んだりご飯食べたりしてもそれが乱れない感があるはあるんですよね、僕の中では。それは何なんですかね、何なんですかって言われても困るわみたいなことが。まあでもさっきの、はい、全部質問ひもづくんですけど、やっぱ周りに嫌な思いさせたくないなっていう、で一緒にいる、ね、大野と一緒にいて楽しかったって後で言ってほしいなっていう、そういう思いで人には接してるんで、その部分で、まあ、言い方変えると丁寧ってことになってるのかなと思います。なんか人っていろんな特徴あるじゃないですか、なんか、まあ、いいとこも悪いとこもそれぞれみんなあって、でそれをなんか瞬時に察知していいとこを引き出して悪いとこを見ないようにしようみたいな、そんなことを考えたりもするんですか。だから そこまでは考えてないですけど、でも、その人のいいとこをフォーカスしてみようっていう思いはありますよね。なんかでもコンディションによって、別に僕なんかめちゃくちゃ掘ろうと思ったわけじゃないんだけど、コンディションによってお互いの精神的な、あと肉体的なコンディションでなんか合わないなとか、ちょっとやっぱりストレス今日感じやすいなとか、なんかそういうこともなくはないじゃないですか。その時でも全然、そういう時はあんまりその人に接しないようにするというか、あ、逆にあ自分がなんか相手に嫌な思いさせるかもしれないっていう時は、あんまりその人がいるところに行かないとか、一人でお酒飲んで沈めます。あ、でもそこも意志が強いんだよ、すごいですよね。イライラとかもするけどそれも抑え込むみたいな。イライラそうですね、まあ、もちろんイライラすることもあるけど、まあ、そこは表に出さないようにっていうのはあります。あと嫌なことあってもさっき言ったように、あんま引きずらないようにするとか。そうですね、その辺ってでも聞いてそれがラグビーから由来するものだとしたら、みんなラグビーやった方がいいんじゃないかなってだんだん思ってきたんですけどいやいや、決してラグビーに由来してるものではなくて、ラグビー選手でもイライラ、めちゃくちゃイライラしてるなっていうと見えるしそう、まあ、丁寧さ、まあ、実家が農家で、一生懸命仕事しながら、自分たち育ててくれた両親のその背中を見てたっていうのはありますね。あれ、ご兄弟はいるんでしょうか。4人兄弟で。ご兄弟も割と近しい性質ですか。あ、いや、でもイライラしがちな兄弟もいますし。やっぱそれが子の。そこはもう子の問題と。子の問題ですか。なんか今日はまあ、前半小学生というか初心者の、まあ、方が多い集団と、まあ、後半は、まあ、中高生の、まあ、経験しっかりしているっていう集団に対してでしたけど、
なんかその接し方とかコミュニケーションの取り方とか、なんかその辺って意識したポイントとかってありますか？まあでも前半はやっぱりラグビー始めてやる、それこそちっちゃい子たちだったんでね、本当に もちろんあのルールも逸脱してやってる子たちもいましたけど、まあ、それはしょうがないな、それよりもなんかこの時間を楽しんでほしいし、まずそのラグビーボールに触るっていうことを大事にしてほしいなって、そういう思いで午前中はありましたし、午後は、ね、あのがっつりそれこそ花園を目指してる子たちが、全国大会を目指してる子たちがいて、まあ、そこでまあ自分が何を伝えられるかって言ったら、やっぱ自分が一番現役時代強みにしてたそのぶつかり合い、そのコンタクトエリアだったので、それを、ね、彼らにちょっと多めにやってもらったけど、彼らはそれを、ね、しっかりと一生懸命やりきってくれて、だから自分が伝えたいことはしっかり伝えられたかなと思います。なんかやっぱり、まあ、僕らは外目透明っていうかね、外からちょっと見させてもらいましたけど、なんか温かくなんか優しいみたいな雰囲気がすごい出てて、あんだけ激しくぶつかり合ってるのになんか笑顔でね、なんか見守るみたいな感じとか、あとラグビーって僕もそんなにめちゃくちゃ詳しくないですけど、人たちからするとなんかぶつかり合いみたいなことでなんかざっくりなんか終わらせるような、なんか言い方すとか言われ方することもあるのかなと思うんですけど、ポイントってめちゃくちゃあるじゃないですか、例えばタックル時の姿勢だとか、どこに行くとか、高さとか、なんかそういう細かい点まで多分今日指導されてたと思うんで、本当に今日の、まあ、特に高校生中高生はすごく得るもの多かったんだろうなと思うんですけど、その辺のなんかこだわりみたいな、伝える上でのこだわりみたいなのってありますか？でもやっぱまず基本をしっかり伝えるってことですね。今日の高校生たちももう何回も今日やったようなセッションは何回もやってると思うんですけども、うん、それでもやっぱりラグビーってやっぱぶつかり合いのスポーツだから、怪我が多いスポーツ、うん、その基本の部分っていうのはもう一回 再認識してほしいなっていう思いでやりましたね。指導者としてなんかそれをメインに今生きてるわけじゃないですよね、仕事としては。でも指導って好きですか？緊張しますね緊張はします。で自分の言ってること合ってるかなとか思ったりもするんですけど、まあでも自分が現役時代やってきた中で大切にしてたことを、まあ、一生懸命伝えるようにしてます。なんか本当に今日の僕が、まあ、イメージした3つの要素っていうのは今日のレッスンにもすごいなんかにじみ出てたのかななんて思いまして本当はね自分自身も一緒に入ってやりたかったんですけど、高校生たちは、まあ、結構激しく大きかったのでこれ入ったらこっちが怪我するかもしかして怪我させちゃうなって思ってやめましたけど確かにな、朝ロボ救急車呼んだなんて呼んだなみたいな大変なことになっちゃうねインタビューも取れなかったまあでもトッププロのやっぱり技術とかその体の強さっていうのは多分体験するっていうのが一番だと思うんで、なんかね次回はなんかちょっとでもコンタクト、そうですね、我々も見たいしちょっと気持ち作ってきます、はい、なんかラグビーが好きになったスタッフもいるんで、ね、コンタクトしていただいてそれも見てみたいなと思ってます。じゃあ最後なんですけど、はい、僕が勝手に今3つのキーワードで、まあ、強い人とか優しい人、丁寧な人って僕が勝手に言って、まあ、今お話しさせていただきましたけど、逆にギャップみたいな一面があれば聞かせていただきたいな。こうだけど、まあ、言える範囲で実は趣味が女装ですみたいな実はブラジャーしてますみたいな、なんかそう期待を逆にいい意味で裏切る一面ってあります？趣味、あんまり趣味っていう趣味じゃないですけど、結構休みの日で時間があったら自分で料理するのが好きです。でもう休みの日も昼からちょっと手の込んだものを作って、明るいうちから一人で飲むっていうのが結構好きな時間の一つであります。あ、それは誰かに例えば作ってあげる友達が来るからとかそういうんじゃなくて一人で作って一人で、あ、もちろん家に後輩とか呼んで手料理振る舞ったりっていうこともしますけど、自分一人でもそれは楽しめますね。自分で作って自分で食べるっていう結構好きな時間の一つであります。これなんかこの感じで聞くのもまたあれですけど、得意料理は何ですか？得意料理、ポテトサラダは結構好評ですね、他の人に。
あとはなんかアクアパッツァ、あれはなんかコロナの中で、はい、なんかあんまり外外食できない、なんかコロナになる前に東京の都内のレストランで食べたアクアパッツァが美味しくて、うん、でそこのシェフが YouTube でレシピを公開してたんで、それを真似して作ったら、なんか結構うまくできたなって。すごい。最後ですけど、最後の最後って言ってますけど、ポテトサラダのポイントは何ですか？いぶりがっこを入れることです。やはりあれで食感と香りが。 はい、それで何飲むんですか？それで、まあ、焼酎も飲むし、ウイスキーも飲むし、ワインも飲むし、もう全部ですね。いや、ありがとうございます。まあ、明日したらばまたいろんな種目のアスリートに来ていただいて、まあ、札幌とか北海道の子どもたちが、まあ、どうしてもメインになってますけど、まあ、こういう素晴らしい機会を、まあ、今後も、ね、継続して提供していきたいと思ってますので、はい、また来年、はい、仲間を連れて などぜひラグビーを盛り上げていただきたいなと思いますので、はい、ぜひ今後もよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。